はい、どうもやってまいりました前田工房のクラフト万歳ギタチャレ、14日目です。はい、というわけでね、今日も早速練習していきたいと思います。今日はですね、ちょっと昼間にこのギターを買ったお店にねちょっと行ってきまして、でこのギターをね買う時に相談した店員さんがいて、まあちょこちょこねいろいろ相談をするんですよ。で基礎練習含めてどうしたらいいかわからないと、そういう相談をしたんですね。ここからどうしたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、その相談を言って、でなんか本とか教則本みたいのでちょっとそれで基礎を固めるのもどうかなみたいな、どうですかねみたいないろいろ相談をして、でそのお兄さんのすごい親切なんでいろいろ教えてくれたんですけど、でまあちょっと本買おうかなとかいろいろ思いました。なんで本買ったり、まあ、あと YouTube おすすめの YouTube を教えてくれたりで、まあその流れでちょっとまた今日やっぱ教えてくれませんっていう話をして嫌じゃなさそうなんですよねぶっちゃけ嫌って言ってやってくれそうな感じもするけど、でもまあやっぱりね一店員さんなんでねそんなすぐにははいとはあれなんですけど、ちょっと粘り強くお願いしてみようかなって。やっぱね知識ある人にね教えてもらった方が絶対早いと思うんですよね。コード何でやればいいんですかね。はい、そういうところからやっていきたいと思います。やっぱりコードチェンジをするとなんかにゃってなっちゃいますね。痛い、やっぱり痛い。テンポアップ95です。110。違う、早っ。はい、ちょっとテンポを落として、いつもの、じゃあうんじゃあじゃかじゃかじゃじゃじゃかやってみましょう。じゃあうんじゃあ自動がもう、はい。高順先生の、この右手のストロークのこうパターンですね。このパターンを、ちょっと勉強したいなと。お願いします。はい。見ます。G、C マイナー。この3つだけで今日やっていきます。お願いします。今日は右手の練習なんで左手はあんまり難しいこと考えないで、この3つで。はい。まずはじゃあピンク持っていただいて、ピンク一番簡単なシンプルなバージョンこれですね。口でも言うと本当に右手もキレが良くなる。タイミングとなおいいです。でこの考えるだからっていうのは。これできましたね。でこのペースで教えていきますけど大丈夫ですかね。はいじゃあ次。はカンガルーだからっていうのにチャっていう音を入れたバージョンです。どうなるかっていうとっていう感じですね。まずは弾き方からどんどんバーンやっていきます。弾き方の後で説明するので、まあ、どうなるかっていうのをバーンと説明していきます。じゃあ音がきれいに出ません。じゃあうんじゃんジローラもトッポギ。ちゃんとで今度は「じゃあうんちゃかじろうらもうちゃかつく」。ちょっと待ってじゃあうんじゃあうんちゃかじゃあうんちゃか今度はじゃあうんちゃかじろうらもうちゃかつく。違うな。じゃうんちゃかじろうらもうちゃかつく。じゃうんちゃ、じゃうんちゃかじろうらもうちゃかつく。せーの、はい。じゃうんちゃ、じゃうんちゃかじろうらもうちゃかつく。チャカコーンが好きチャカつく。こうだね。キレが悪い。全然キレが違うな。チャカつくより全然違うんだな。スタジオがチャカつですね。チャカつくのキレが全然違うんだな。あったなチャカつく。ただやってるだけ。難しい。違う気がする。ちょっとね、全部やるには早かったですね。もうレベルが違うし、ちょっとね、追いつかないし、もう今ね、これをやろうとしたらもうここバカになっちゃったんでね。じゃあ昨日の続きですよね。涙のファイター、ね、の、おはげきバージョン違うんですよ。昨日ね、あの後Twitter でね、ありがたいお言葉をいただきまして、コードがね、こっちにじゃなんじゃないですかみたいな感じでね、いただいて、ありがたい話ですよ。それね、直させていただきましたんでね。Everybody 日々をね日々をねだけが輝くところにくすんじまう。俺たちだっていつか笑って幸せだって言えるさ。守れないここはこっちいやー、やっぱりコードチェンジがね、ここね、ほんと課題です。ちょっと今日は試しにここにアンプがあるんでアンプにつないでみようかななんて。このアンプもね中学校の時買ったやつなんですよ。ここからは指弾きですね。指弾きちょっとやって終わりましょう。引き続きはい、じゃあね、ラストはね、猫練習して終わりたいと思います。間違えた。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日、君は。はい、というわけでね、ちょっとやっぱりね、歌付きで練習しないとね、できないなって思いました。やっぱり歌ありで練習して、早いとこね、1曲目達成できるように頑張りたいと思いますので、1月中にはね、1曲なんとかして仕上げたいですね。はい、猫歌えるように頑張りたいと思いますので、ぜひ引き続き、見て応援していただければと思います。それではまた明日、ありがとうございます。